あなたと私でオーバーレイ。どうも皆さん、リュウです。本日なんですが、新しいスキルがユーマくんに追加されたのは皆さんご存知ですか？動画もしかしたらご覧いただいた方も多いかなと思うんですが、ですね、新しいスキルが2個追加されまして、ユーマくんに、主人公にね。で、それの一つ目がこれですね、ゼアルゼアルウェポン。これ一回動画にしてるんで、よかったら見ていただきたいなというふうに、思うんですけども、ゼアルウェポンめっちゃ弾けるっていう、そういうスキルなんですけども、これね、もう一個追加されましてね、このゼアルエクシーズチェンジっていう、まあ、このスキル、今日はこのスキルを使って、いきたい、そんなふうに考えておりまして、このスキルね、公式推奨ワンキルデッキが完成するんですよ。これどういうスキルかっていうと、自分のライフポイントが2000以下の場合、自分のターン開始時に、ユーマとアストラルでオーバーレッタを構築、ゼアルとなるというね、これ、まあ、投機2つの魂が交わりしときってやつですね。で、これで、ゼアルに変身して、で、さらに、ゼアルに変身すると、火器の効果をそれぞれ一度だけ使用できると。自分のミドにエクシーズチェンジタクティクスっていう、このカードを置くことができる。さらに自分のライフポイントも2000にできると。だから1でもいいんですよ、ライフポイントが。1とか、まあ、1っていうことはないけど、まあ、500になってるとか、まあ、800になってるとかっていう時に2000にできると。で、エクシーズチェンジタクティクスっていうこのカードが、すごいワンキル要素強くて、これは自分のフィード上に1枚しか存在できないが、自分のフィードに希望をホープモンスターがエクシーズ召喚された時、500ライフを払うと、デッキから1枚ドローできるよと。つまりですね、2000にした後にホープライをするとライフポイントが1000にできるんですよ。500払って、しかも2枚ドローしながら、ホープライを出しながら、2枚ドローして、ライフポイントを1000にできる。つまりですね、そうすると何が起きるかっていうと、ホープライの効果を使うことができるんですね。これデュエルリンクスは結構活躍してるんじゃないかなと思うんですけども、これホープライね、これ OCG だと本当下敷きとしかみんな見なしないと思うんですよ。ホープレイライトニングっていう、ホープレイは下敷きとしてしか見なされてないと思うんですけども、デュエルリンクスはライフが4000なんで結構活躍できるんですね。自分のライフポイントが1000以下の場合に発動と処理ができる効果で、相手のフィールド上のモンスターを一旦選んで、その攻撃力を短縮しまで1000ダウンさせて自分を500アップさせる。これ1ターンに3回まで使うことができるんで、まあ、3回使って4000にするとワンキルができると。相手の打点をゼロにしながらね。で、しかも選んでなんでね、対象取りませんので、これが強いと。でですね、このホープレイを出していくために、まあ、要はレベル4のモンスターを、まあ、2体並べる必要があると。で、じゃあどういうデッキだったら2体並びやすくて、で、しかもなんかそこそこ環境と渡り合えるのかなと考えた場合、これが一番強かったんですよね。ハーピーです。しかもバック持ち置きできるじゃないですか、ハーピーって。これがあるからカリバーを持ってこれるんでね、パフューマーで。だから、カリバーでバックを除去しながら、しかもスワローズネスとかで避けながら、ランク4を安全に展開していけるっていう点も含めて、しかも先行もそこそこ強いということで、今回は、この、ハーピーギミックに、このエクシーズチェンジっていう最強スキルをぶち込んで、このスキルを悪用していきたいと。そういうことですね。で、どうやって2000ライフ減らすの、リュウさんということなんですけども、これが一番強いと思ってます、僕は。2000ライフを払って手札を、相手に全部見せつけると、相手の手札を確認して、その中で1枚をエンドフェーズまで除外すると。つまり相手の妨害ができる。先行で SC とかを立てながら、グレンド指名者をぶち込んで、相手の手札を1枚判別するってことですよ。エンドフェーズまでね。そうすると、まあ、結構相手の動き止まりますんで、結構意外と安全に着地できるってことね、ホープが。で、相手がモンスターが裏側守備表示モンスターなんだったら、普通に SC の方から次戻せばいいし、表側だったらホープでぶん殴ればいいっていうことですね。はい、理論上最強。このね、スキルね、ワンキル助長しすぎると思うね、正直。すげえ決まるから、これ。なんで、強すぎる問題や、なんかそのうち発生しそうな気はしてるんだけど、今はね、悪用できるんで、悪用できるときに悪用するだけ悪用していくっていうのがね、デュエリストの、まあ、宿命だと思いますんで、早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方。お、砲丸選手ですね。よろしくお願いします。デュエル3倍。ハンド弱えな。ハンド弱く、あ、弱くもねえか。スワローズです。それから強引に動けばいいのか。オラクル召喚。効果発動した後に、ネストするから大丈夫だ。ネストあればね、いけますね。はい。まあ、ここ別に普通に、あれでいいんだけど。オラクルの方がいい。じゃあ、チャンネルの方がいいか。
チャネラー召喚、モンスターを特殊召喚、ワン捨てて、パーフィーマーか、これで羽休め持ってきて、オラクルチャレンジしましょう。あ、オラクルチャレンジじゃねえ、オラクルチャレンジか、オラクルネストチャレンジ、オラクルネストチャレンジで、こことここで、シー出して、で SC 出した、で、墓地にめっちゃ溜まってるから、羽休め使ってオラクルと、ワンと、これ戻して、でここで2枚ドローしながら最強カードなんか来てくれ、頼む。あー、まあまあ悪くないね、悪くはない、悪くはない。でですね、グレンの指名者で抜きましょう。もう相手とデッキなんだろうね、ちょレベル系のあれかな、ちょっととりあえず抜きましょう、ちょっと抜きましょう。グレンの指名者の方がぞ、自分の手札を見せつけて、相手の手札をガン見して、あ、3ナダロンか、なるほど、これは援軍じゃねえこれは援軍だろ、これお祈りライデンしかできないじゃん相手。でもこれあれか、ライデンでライ、ライデンでライデン落とされるとかあんのか、ちょやめて、あぶねえ、弱え、落ち方弱え、あぶねえ、よし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 、グレンの指名者は強いぞ、モンスター効果発動、おいいだろう、よし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 、もらったら、どうする、まだ我々の、あ、お前はもう負けてんだぜ、ズヤル、エクシーチェンジ、俺と私でオーバーレイ、エクシーチェンジ、ズヤル、闘技2つの魂がどうのこうのそして俺は、バフィーマンを召喚、バフィーマンのモンスターゴが発動、もちろん両方ともサーチができるぜ、なんて強いんだ。そしてハービーの狩り場を持ってくるぜ、さらにスキル発動、ゼアルエクシールチェンジ、ゼアルタクティクスをフィールド上に置くことができる。そして万華鏡華麗なる分身を発動、万華鏡華麗なる分身によってハーベリーはもう特殊召喚、そしてレベル4のモンスターが2体来るぞ。ユーマ、俺はハッピーレディとハッピーレディでオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚、ナンバーズ39、希望ホープ、我が戦いはここより始まる、白き翼に望みを託せ、ナンバーズ39、機械の使者、希望ホープ、エクシーズ召喚。そしてエクシーズチェンジタクティクスの効果、希望ホープモンスターがエクシーズ召喚に成功した場合500ライフを支払いカードを1枚ドローする。なんて強いんだなんて強いんだ、なんていうアドバンテージ。そして希望ホープの上に重ねてエクシーズチェンジ、希望の力、混沌を光に変える使者、召喚ムービーをどうぞ。現れろ、カオスナンバーズ39、希望オープレイ、かっこよすぎるだろこれ、かっこよすぎか。はい、これでカーリとカオスナンバーズ39、希望オープレイをエクシーズ召喚していき、そして希望オープレイがエクシーズ召喚に成功した場合、エクシーズチェンジタクティクスの効果、500ライフ落ちないカードを1枚ドローできる。ふん強すぎない、飛んできて、そして万華鏡華麗なる分身を発動、ハーピレディ1を特殊召喚、強すぎこれ惜しい、惜しかったんだな、これオーバーレイユニット、スカイ、お前のモンスターの打点を1000下げ、俺の攻撃を500アップする、オーバーレイチャージ、この効果はオーバーレイユニットの数まで発動することができるぜ、オーバーレイユニット1つ、強っ、オーバーレイチャージ、最強か。そして希望ホープをデッキから戻して、そしてカードを1枚セット、いくぜバトルフェイズ、うわー、カットリングだ、希望ホープレイの攻撃、ホープ剣カオススラッシュ、うらー強っ、ちょっとしんどかった、こんだけアド稼ぐ、これが俺とアストラルの絆の力だ。さあ、お相手の方カニさんです。
カニ VS エビ魚介入れ対決、私のターン、そしてハーピーパフィーマーを勝負、これ強いじゃん、感動。パフィーマーこれ2ドローはできないけど、まあ、しょうがないか。万華鏡を持ってくれ、そして、万華鏡華麗なる分身を発動、万華鏡華麗なる分身によってハーブレディ1を特殊召喚、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイメントはここ地区違うわ。心境召喚、これでなんで心境できるんだ、おかしいだろ。ハーピーディスクラッチフラッシュを心境召喚、そしてハーピーオラクルを特殊召喚、そしてオラクルの効果発動、そしてカードを1枚セット、まあ、悪くないですねこれは、オラクルは悪くない。そしてオラクルの効果発動、万華鏡を回収するぜ。さあこれで一応次の展開のレベル4の展開を約束された。そしてドローフェイズ、グレンの指名者の効果を発動、グレンの指名者なんててめえの反動を見て、ハンドから1枚抜かしてもらうぜ。あ、栄養だ、何、あーなるほど、これは琴を抜いたら何もできないっていうやつでは、琴を抜いたら何もできない。よし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 、ハンレス戦でな、グレッド指名者マジ強くね。モンスターを通常召喚、はいはい、あ、いいんですか通常召喚して、カードに命を、知りますよあなた、臆せず攻める、ああなるほど、受けてもらおうか、あれ攻撃だ、知りますよあなた。これで勝ち確定したのやべえだろ。さあ俺のターン、まだ我々のライフが尽きたわけではないぞ、立て、あ、分かる分かる、立って立って、俺と私でオーバーレイ、陶器二つの魂が交わるとき語り継がれし力が現れる、エクシーズチェンジゼアル、そしてこのスキルによってなんと最強のマジックカードをフィールドに置くことができる、ゼアルエクシーズチェンジ、エクシーズチェンジタクティクスを発動、さらにこれ圧倒的アドバンテージが先んじゃね、これチャネラーから言ったら、チャネラーからのパピンワでこれ2ドローしてやばいこと起きるよね多分これね。ハーピーチャネラーを召喚、ハーピーチャネラーの効果発動、ハーピーレディを1枚ポチのフリー、パフィーマーを特殊召喚、パフィーマーの効果発動、もちろんここでもカードを2枚サーチできるぜ。強すぎる、なんて強いんだ、なんて強いんだ。そしてハーピーの狩り場を持ってくるぜ、そしてレベル4のモンスターが2体来るぞユーマ、行くぞユーマ、俺は2体のモンスターでオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚、オーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、現れるナンバーズ39、希望ホープ、我が戦いはここより始まる、白き翼に望みを託せ、ナンバーズ39、控えの使者、希望ホープ、そして希望ホープがエクシス召喚に成功した場合、エクシスにタクティクスの効果によってカードを1枚ドローする、さらにこの効果によって500ライフを支払うことができるぜ、ライフを払うのはアドバンテージ、ちなみにこの効果によって相手のカードをバンすることもできるかな。エクシーの効果で相性が良すぎる、カオスエクシーズチェンジ、さらに希望の力、今度も光に変える使者、カオス現れろ、カオスナンバー39、希望ホープレイ、はい強い、はい最強、最強すぎ、そしてエクシーズチェンジタクティクスの効果発動、500ライフを支払いカードを1枚ドローする、なんて強いんだ、なんて強いんだ、なんて強いんだ、そしてハーピーの羽休めの効果発動、ハーピーの羽休めの効果によってハーピーレディをめっちゃ戻して2枚ドローすることもできるぜ。強すぎない、この効果強すぎるだろ、そしてカオスナンバーズ39、希望フォープレイの効果発動、お前の打点はどんどん下げさせてもらうぜ、オラ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 、カードハンド何枚やんだよお前、ハンド何枚やんだよ、そして万華鏡華麗なる分身の効果発動、強すぎるだろ、強すぎるだろこのスキル、なんだこれ、やばいってこのカード量、
そしてスワローズネストも2回握ってるぜ。これは一連さん5連打が可能。ホープケンカオススラッシュ、オーバーキルすぎる、あまりにもオーバーキル、やばいわこのスキル、絶対修正食らうわ。やったな、あったられ、これが私たちの勝利の方程式だ。俺とお前でオーバーレイ、陶器2つの魂が交わるとき語り継がれし力が現れる。エクシーズチェンジ、シーズチェンジってやる。あーもうこれからいいとこなんだよ。てかだからマジックカード発動、満劇を華麗なる物心の効果によってハーピーレディはもう特殊召喚、そしてハーピーのカリバーの効果によるハーピーのカリバーを破壊、さらにスキル、うわあざっけんざけんで気持ちよくぶん回しやがって、一人だけゴミが